さん、堀東咲です。そして春尾です。今回はくら寿司に来ました。はい、ということでこちらはですね、くら寿司の押上店でニューオープンされたところにいるんですけれども、ここでくら寿司ベスト5当てるまで帰れませんやっていきたいと思います。はい、はい、ということでですね、まあ私たちお寿司大好きなんですけど、で、はい、よくねくら寿司さんめちゃくちゃ来るんですけど、ベスト5ってさ分かんなくない？しかもめちゃくちゃ種類あるの。オリジナルの種類とかもめちゃくちゃ量が多くて、お寿司以外にも入ってるんじゃないか説も出てきてるから、スイーツとかね、そう結構むずいと思うんですけど、今回はベスト5当てるまで帰れませんだから、ね、帰れない、ここ閉じ込められるからね。で、それ頼んだもの食べれる。はい、あの頼んだものを全部食べてもらってからまた次の予想をして、間違いなくてきついやつか。じゃあある意味大食いに なるかもしれないっていう ね簡単だと思うんで、ノーミスでベスト5当てていきたいと思います。はい、それではどうぞ。じゃあ私は1位、極み熟成マグロを予想しますので頼みます。はい、注文しました。はい、でもさ、マグロって結構普通に王道じゃん、お寿司といえばマグロじゃん、みんな好きなもん。あ、来る来るマグロ来ます。いきます。あ、しかも見てください、ここね、机にね、なんか内蔵されてるんですよ、醤油とか、ね、あ、タレだ、あ、またタレつけちゃった。どうしよう、いいよ優しい、めちゃめちゃ優しい。じゃあ、手を合わせてください。合わせてください。はい、いただきます。いただきます。いただきます。うわ、おいしい、おいしいよ、これ1位だもん。うん、これ1位じゃなかった、箸だけに。ということで、ただいま頼んだのが極み熟成マグロ、はい、1位予想ですね。極み熟成マグロはくら寿司人気トップ1位です。ほらね、マグロは1位、ほらね、言ったでしょ、だから言ったじゃん、ね、それは幸先いいですね。じゃ次、うん、次の予想お願いします。次何？これウニ。ウニ何位だろう？ウニは4位。あー、ウニでもさ、好き嫌いが分かれそうじゃない？でも大人って結構さ、食べそうじゃん、ウニって。でも子供はあんまり食べないみたいな。確かに入ってそうだもんね。じゃあウニ頼みます。はい、はい、ウニ来ました。ちょっとなんか高級そうなんだけど、ちょっと一回見て、巻かれてないよ、敷かれてる。これ入ってるかね、これに。値段とかも関係ありそうじゃない？確かに。じゃあ、いただきます。あ、え、普通半分残すよ。うまい。もう、これ4位、2位でもなんか4位の、うん、ね、食べたいじゃん。じゃあ、食べたい。じゃあ、めっちゃうまいから、お願い。え、こちら威風堂々流れてるか、これ。これ威風堂々流れてるの、絶対プレイスなんだよ、これ。上には人気トップ、はい、ランク外です。ほら、バカ。じゃあ次来ました、どんどんいっちゃおう。はい、トロサーモンは僕は2位で。あー、確かに。え、サーモン入ってないわけないもんだって、うん、多分ね、サーモン系入ってると思う。サーモン意外に美味しかったから。美味しかった、美味しかった、久しぶりに食べたな、サーモン。じゃあいただきます。いただきます。あ、うまっ、うまっ、入ってる、入ってる、2位、トロサーモン、うん、くら寿司人気トップ、うん、2位です。すごい、すごい、二人称、ママの口づけ。うわ、最悪、かわいそう。最悪、なんか食べる気失せた。マイカ入ってません。サエロミックス入ってません。贅沢いくら軍艦入ってません。3個来た、やばい、全部サーモン来た、サーモン知りきた。さっきママからちょっとヒントでサーモン系列が入ってるって言われたので、うちらが当てなすぎて、ママにヒントもらったんですけど、もう全部頼みました、一通り。はい、チーズサーモン、オリオンサーモン、生サーモン。もうね、これ頼んだ後にチーズサーモン見つけて、これ頼んだんだけど、これだよ、多分。あ、これだね、わかる、俺も。はい、じゃあまず左から順番に食べてみます、はい、これ豪華だから多分入ってない気がするね。タコ高いもんね。いや、せーの。あ、でも全然違うね、他のサーモン。生サーモンこれ、はい、はい、生サーモン、生サーモン入ってるかな。入ってません。入ってませんなの。ママ、うちらにはね、このチーズサーモンの、あれが入ってるんで、最強がね、最強が入ってるんで、まあ、まずオニオンが2人
ですね、はい、箸準備していただきます。おいしそう、おいしそう、入ってる、あー、食食系味覚があってます。これ入ってるから、これ入ってます。これは絶対入ってる。もうチーズ、チーズサーモン、チーズは誰でも好きだからね。じゃあいただきます。うん、うん、おいしい。なんかさ、おかずみたい。わかる。まあまあまあ、はい、じゃあ炙りチーズサーモン、炙りチーズサーモン、くら寿司人気トップ5に4位です。いや、入ってんの。ピタリ賞はね、ママの口づけはもらえないけど、よかった、もうよかった、いや、ピンザよかった、セーフ、セーフ。じゃあいきます。これアジ、アジいきます。あ、これうまい。入ってる。じゃあママには食べてもらえる。これうまいよ。うまっ。これね、5位だね。これ入らせていただきます。アジ、くら寿司人気トップ5に入ってません。なんでよ、おかしいじゃん。じゃあハマチ、サバ、イワシ、どれかでいいの。イワシ頼んだじゃん。え、アジでしょ。あ、イワシか、さっき言ってたの。アジするじゃん。いや、なんかサバはないと思う。ハマチだよ、ハマチ。じゃあ行ってみるか。でも美味しそうだもん、これ写真だけ見たら。食べたことないからわかんないけど、ハマチうまいよ。じゃあハマチ行こう。ハマチ行こう。え、これ絶対入ってるよ。見て見て見て、ね、なんか見ちゃったよ。これハマチ絶対5位だ。5位やん。3位でもないんだ。かわいそう。ハマチが3位に入ってる。ハマチ3位にしとけ。これ5位にするから、これ。いや、わかんない、5位入ってるわけない。じゃあいただきます。5位予想、はい、くら寿司人気トップ5に入ってます。ハマチが、いやいやいや、ひどくない。ハマチがありますよ。ハマチがちなみに3位です。やばいマグロサーモンのハマチ見たことないよ、これ。何この並び。中トロ行こう、中トロ、うん、中トロ行こう。大丈夫、でもさ、中トロ行ったんでしょ。豪華なんじゃない。でもさ、豪華だけど中トロって絶対当たりじゃん。なんかさ、他の豪華のものってさ、結構さ、アレンジされてさ、あの、当たりか外れか分かんない。そうそうそう、あとさ、外れるわけがない、中トロ頼んで。きた、早いもん。早いってことは用意するから用意されてる。そう、入れ置きされてるってこと。そう、うちらこの企画やってるの知ってて待ったんだよ、多分これ来るの。聞こえてない、声でかいからね。そうね。じゃあ私が代表して食べます。箸用意してる。超かわいそうや。いい、あかんで、あ、おいしい。うまっ。ない、怖っ、怖っ、お化け怪獣じゃん。トリケラトプスの。これは5位です。極み熟成、うん、中トロ、くら寿司人気トップ5です。よく分かったね。いや、一貫系いかないと思ったんだよね。大丈夫、でもさ、中トロ一貫でしょ。ということで、忘れてませんか。何が、あ、そうか、言ってないの。ということで、トップ5当てたお二方から、俺から、俺らから。お二方に、ママのマブダチのくら寿司の経営者、え、はい、マママブダチなの、いただきました。豪華、え、お食事券が入っております。ほら、見せて。
してあげて。待って待って、そうだね。やぶれたんだけど。やぶかないで。やばい、補食事件もらったんだけど。今回この企画をやるにあたって、はい、クルーズさんから見事当てたら景品がありますよってことで、はい、帰れませんでしょ。当てるまでだから絶対普通に入るってことでしょ。ということでこんな感じで無事ベスト5当てられました。イエーイ、やったー。はい、でくるーずし押し上げて、あ、もうニューオープンしてまずすごいんですよ、店内本当にカラフルだし、なんかめちゃくちゃ豪華で、そうそう、なのでぜひぜひ来てみてください。はい、ということでこんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ、お先に失礼します。ハロー、皆さん来します。